JR スープラモンスターエディションアンペールまで5秒前、54321どうぞーアンペールです。これが生の本物の JR スープラでございます。続々としましたけれども、はいはい、さあこちらが JR スープラモンスターエディションとなります。やると決まった後に今度絶対ここっていうプレッシャーがあったんで、はい、とにかく今ホッとしてます。さあいよいよ出てまいります。これが最初の1本ということになります。 JR スープラ斉藤大吾、どんな走りを見せるのか。本当に出来たてほやほや、その JR スープラのその走り、いやーいい角度をついたけれどもちょっとまだ飛ばしていない。いやそれでも思い切り振り込んでいく。腕でと搭載、この JR スープラ初めて見るそのドリフト、白煙を出しながらずーっと立ち上がっていく。いやきっちりいった。これが JR スープラの走りだ。かっこいいかっこいいかっこいい。もともとは今年、BMW で出ようと思って BMW 作ってたんですけど、年末かもう今年入ったぐらいからトヨタの方からスープラでやらないかっていう話が来て、そこからもうかなり短い時間で車出していただいて、3月に間に合わせるために、急いで作りました。日本のドリフト界だと、メーカーとちゃんと一緒にできるっていうのは初めてだったので、プレッシャーはありました。中途半端な車はすごい嫌だったんで、やれることは全部、思いつくことも全部やりました。2J に乗せた理由はやっぱり、なんせ1ヶ月ちょっとで車を作って走らせなくちゃいけなかったので、昔から信頼あるしやり慣れてる 2J を選びました。で、ミッションとかデフとかのパッケージも、ノーマルをいろいろデフとか使うことも考えたんですけど、必ず走らせなくちゃいけないっていうのでクイックチェンジとかに変えちゃって走ることを優先しました。やっぱり初めての車でみんなどういう足回りがつくかとかっていうのもわからない状態だったので、本当にスキャン取って他の車とかといろいろ照らし合わせたんですけど、やっぱりこの車はこの車の設計で新しいものだったので、後ろはちょっと昔の BM とかに近いものがあったので設計はちょっと手直し程度で、前回りはごっそり作りました。ドリルの刃とかが全然入らなくて、時間もないのでホームセンター行ってドリルの刃を全部買い占めたり、ボディは本当にがっちりしてて、今までのトヨタの車とかよりは鉄板も多いしすごい硬い感じでした。乗った感じどうですか？この転がしてたじゃないですか。いけちゃいそう。いけちゃいそう。今までの何より戦闘力がマジ高い。一番いいかもしれない。それは具体的に言うと愛情が GR やその辺なんちゃんがさ、ここまで来るっていうなんつうのかジャパニーズドリームだよね。ドリフティングドリームだよね。確かに。チェンジモーターでしょ。チェンジするか開けてちょっともう一回何見る会社誰か変える、まあ、俺会社変える何欲しい言ってくれれば持ってくるし、まあ、エンジンも持ってきてるから。もう前日会社で動かしてるまでは全然調子良かったんですけど、現地に着いたらインジェクター調子悪くなっちゃってて、でそこから始まって、まあ、いろいろトラブルシュートをして、今度走ったら今度、まあ、メタルが流れちゃって、まあ、その辺は今度ドライ散布のオイルポンプの、まあ、使い方の問題で、でそれをまたあれこれやってるうちにまた別の部分も壊れて、まあもう夜中ひょうが降ってる中もう本当にガタガタしながらエンジンの中身を全部入れ替えて、で、まあ、朝間に合って走り出したんですけど、やっぱり根本的には解決できてなくて、なんせオイルは遅れるんですけど引ききれないとかでエンジンの中でオイルがいっぱいになっちゃったりしてヘッドカバー割れて、それがまあ間に合って燃えちゃってとか、なんか不思議な現象は結構起きてて。なんか予兆かなんかいきなりわからない、ちょっとやめようよ、もうシリンダーの中はもうオイルだらけだから、多分ステムシールから入ってるんだよ。まあ一応最終的にはなんとか走ることができたんですけど、まあ思いっきり攻めきれることができなくて、まあ、追走は残れなかったんですけど。車はすごくポテンシャル高くて、ホイールベースすごく短くて、AE86 くらいなんですけど、足回りがいいせいかキーさは全然感じなくて、トラクションはかかるし、まあ、運動性能はすごいいい割にすごく運転しやすいです。まあ、現状でもすごくいいんですけど、もっともっとできる部分はまだあるので、いろいろ試して、まあ、開幕までにはホーム的な状態になるんじゃないのかなと思ってます。